元気ない。なんか、今年、去年植え替えた。お、針金自分でかけたの。あ、そうです。カンタさんに教わりながら。どうですか。さあ、今から。はい。いきます。はい。どうなるかね。切られちゃったりして。もう来ちゃいっすよ。いや、僕的にはその方が面白いから。最近それで撮ってるんですね。いつもこれです。え、あ、本当にすごいですね。やっぱり3年ぶりかに来ましたけど、全部すごいんですよね。全部、さっつらっと登場した石原さん。何の説明もなくいきなり出てるからみんなびっくりしちゃうかもしれない。何あの人みたいな。たまたまいました。体験型講習会というものを、はい、行うということで、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。あの、木村先生、本当に大変忙しい中、本当に日本の若手のために、あの、無償でこの機会というものを提供してくださいますので、はい、あの、本当に、あの、今日はありがとうございます。はい、分かりました。今日はよろしくお願いいたします。これからやらせていただきます。まあ、一つよろしくお願いいたします。はい、これは、あの、皆さんが持ち寄ったものをここで持って、私のアドバイスを受けながら作業を進めていくという、それをまた皆さんが参考に見ると、そういう、あの、ショーなんですね。まあ、どうぞよろしくお願いします。こちらにみんなが見えるように、この鉢に植え替えたんですが、これはおそらくね、おそらくこれはね、下の泥を取るとね、これは死んでると思います。この根っこは、それは、あの、根をね、この土をさばいてみないと分かりませんけれども、もしあれだったら、ここで、今植え替えますか。この下はね、これは、あの、あれです、少年の話ですね。聞くことが決まってないですね。もう全て聞きたいっていう感じですね。いや、緊張するね。緊張しますね。やばいですね。やっぱり太い方がどうしてもこれ。山口さんから俺いただいたものらしいですけどね。何かこれ、石なんかこれつけたら面白い姿になるね。そうですね。これは吹き流し風になってるけども、全部前で枝を持ってきちゃってるのね。いくらね、吹き流しでも、後ろも枝もなくちゃいけないんですよ。こういったものを無理に前へ持ってこないで、後ろもちゃんとね、枝をこう作ってやらないと。ここまでは非常に面白いでしょ。はい、これ正面はこっち、ね、どっちとしても中心だから、これ思いっきりね、はい、折る寸前まで曲げちゃう。こう曲げて、で、今度こっちをこれ返す、はい、で、またこっちをこう返す、はい、太めの針金をかけ て、はい、これはこっちはどうですか。これは後ろの枝で、これは2つあるからどっちかいらないと思う、はい、まあ、とりあえず今ね、くっつけといてもいいけれども、はい、やがてはどっちかいらない。この金無理に曲げるんですよ、はい、これがもう曲がってっからね。これは後ろ枝ってことはこっちに行くってことですか。そうこれとこれとこれが結構太いから、上も太いから同じ太さで持って、ここからこう連結してかける。とりあえずこれを畳んでできるよね。はい、このぐらいはね、これとこれとの太さは違うからね、あの、そうですよね、線が。だからこれはこれだけ、これだけ。どこにかけますか。そうこれ引っ掛けて、ここに引っ掛けて、じゃあこれとこれを、そうこれとこれは同じ太さでいいけども、はい、これだけはこれだ。これ山積みみたいな木だ。親があんまりも前ね、倒れすぎちゃってるでしょ。で、横から見るとね、このぐらいでいいんじゃないかな。ここに何か買い物してみて。こういう長いのは難しいよね、これね。ただね、自然体の木でちゃんとこういう風に枝がこうね、右左にこう素直にある木じゃなくて、もう上向いたり横向いたり、いろんなね、枝を作るとこういう木は面白い木。だからもう一つのね、教科書通りの右があって左があってって、そういうんじゃなくて、こういう枝はね、このまま上向いちゃってもいい。あんまりこっちは出ちゃうとね、幅りが広すぎちゃうんで、これできるってことだったらば、そーっとこっち前へ。あんまり右左だけ幅っちゃっちゃおかしいから。
でこれなんかもね、ここからまっすぐにね立ち上がっていくけども、これはこれで面白い。あの規則正しい木じゃないようなものを逆に作った方が面白い。まあ問題はこれだよね。これはもうこのままで作ってもいいけど、これが難しい。これがなるべく親の方に近づけるように。じゃあどっかでやってみてください。聞きましたか。全部でも生かしたかったので、本当にものすごくいいアドバイス。面白い気がするですね。面白い気がするよね。ただあと作り方が問題だよね。難しいよこれ。その代わりできたら洒落た面白い気になる。洒落た気にしたい。そう頑張ってください。俺はもう大体ね形が決まっちゃってんじゃない。ただねここが大きすぎるんだよね。これどう見てもね。どっちかっていうと細い木だから、うん、もうちょっとこれスリムにね、ここをね中に寄せちゃう。あんまりあの右左にはばらないの、細くした方がいい、はい、この枝なんかも下ろした方がいい。思いっきりこれね、もうちょっと太い針穴をかけてね、はい、下ろしちゃってね。わかりました。この枝からここへ引いちゃう。引いちゃって、はい、でこれもあんまりこう畳まないで、はい、こっちに伸ばしてやって後ろの枝にする。下ろさないと、ここら辺が随分ね、はい、取ってる感じするんでしょ。割合スリムな、ね、木にしたもん、これ面白いと思う。だからこれもね、この太さじゃ折りない、はい、これも折りない、はい、だからここへもうこの上から太いのかけちゃってもいいよ、はい、ちょっと細くするんですね。細くするのかこれは面白い木だよ、やり方によってはね。これをまず最初、これ上げちゃった方がいいですよ。邪魔になるから。あれ？これは針金か。これはもう、こういうふうに負けなきゃいけないってないから、もう自然の中でも人間が考えられないような曲がりをね、自然界の中で作っちゃうんだからね。そういった姿を出すんで、あんまり整えすぎたものっていうのは心拍らしくないから。割合ね、人間が作るとね、教科書通りのこうきちっとしたのもできちゃうんだけど、なかなかこう自然味の豊かな木は難しいんだよ、逆に。だからそういう方が面白いよね。言葉にならない意外となんか朗らかなという、そうです、ね、なんていうんですか、フレンドリーな、フレンドリーな貝、うん、貝ですね。いい貝。普通に考えたら緊張しちゃうよね。そうですね。佐々木さんとか並んでる、木村先生並んでるところとか不思議でしたよ、ね、不思議な映像でした。確かに墨汁でつけてある。墨汁だったんですか。黒いよね。普通の本物の固形貼り付けるとぐじゅぐじゅしたり後ろ砂とかついてるんですけど、これだったら全然培養的にもむしろないよりも墨汁で浸して乾かしてる。そうですね、浸して乾かして粉砕して、でこの固形はまあ効果じゃないですか。合わせれば増えてくれるので、それから必ずこう上げるね。あ、これは枯れちゃってる。枯れちゃったんですよ、かけてから全体的に落としるのがいい。これでこの辺もこう枝先だけ下げる。いや元からこれなんかもう思いっきりこう下げない。でこれを下げてもっと強く引いて下げて上げるってこと。もっとそうだけどもこれはね、この辺でうまく引かないとね、下がらない。下がらないですよね、うん、ここじゃここだね。でもうあとはこういうふうに順番にこう全部どんどん下げていかないと。ありがとうございます。やっぱ口で合ってました。合ってました。恐縮しちゃいます。どうですかこれ。いい弁当だな。そうですね、なかなか聞けないですよね、うん、まず北の針金はなるべく変わってる針金かけるって、それだけでも難しい。難しいですよね。難しい、うん、はい、あれ全部外しちゃって。わかりました。あ、そう、はい、この木はいい、この木はいい、いい木。これ作り方によってとても面白い木。これな、
これふざけた木の方が面白いんだよね。松本の木は。ありがとうございます。本当に。はい、いい思い出ができました。ね、はい、よかった。やらせていただきますんでよろしくお願いします。じゃあ最後に写真撮りたいと思いますんで、ちょっと前に写っていいよっていう方が来ていただけましたら。